あなたが息子の代わりに生贄になってくれるですって。言ってない。んで、宿屋の横の通り、みんなもう大丈夫かい？いろいろと世話になったべ。あんたここを故郷だと思ってくれていいべ。いつ戻ってきても歓迎するでよ。こう、お帰りって言ってやるべよ。ありがとう、あったかいよ。ここかな？宿屋の横の道。お、来た来た、あっとるね。お、なんかある、宝箱。小さなメダルを手に入れた。さっき預けてきたばっかりなのに。なんてことだ。で、あ、落ちた。落ちた。ダメじゃねえか。ちょっと冷静に行こう。てか、ここね、氷でツルツル滑るんだ。やめてよ、早く、もっと早く緑化計画を進めてくれ。あ、ここね。オッケー。じゃあ、ここで出発。誰も見送りには来ないのかい？いいけどさ。まあ、あっこでもお別れしたもんね。よし、じゃあ、新たな大陸へ、行ってきます。いいね、この何かに乗っとるわけじゃなくって、人が直接飛び寄る感じ。お、来た。何これ、めっちゃ砂埃みたいなの飛びまくるようやけど。なんか視界が悪そうな場所だな。ね、めっちゃ悪そう。しかもなんかすごい機械仕掛けなんやけど。あの塔。ほら、からくり屋敷か何か？お、着いた。表現の調停者。頭骨の表現を旅した者に送られる称号。称号コロコロ変わるな。よし、キラーパンサーで。見えねえよ、前が。見えにくいよ、前が。やめてくれ。よし、こん中ね。ルーラポイントなかったな。あ、この中が街なんや。なるほど。なんか普通に、ダンジョン的なものかと思いよったわ。なんだあのモンスター。あ、かわいい。かわいいよ。めっちゃ下向いとるけど。ニードルマンみたいな感じ？やっぱりここは砂漠ということかな。あ、宝箱。サボテンがおるし。1660ゴールド手に入れた。お、結構な大金を入れてらっしゃる。ここはアロイパーク。イッタブルに支配される絶望の土地さ。紹介の仕方。今度はイッタブルってやつがいるの。カエル？お前、黒鋼の監獄塔を見たか？あそこに連行されて戻ったものはいない。イッタブルに目をつけられないことだ。奴に捕まったらお前も最後だぞ。へえ、やだ。監獄塔から時々悲鳴が聞こえるんだ。そうさ、捕まったパークの仲間の声さ。俺はもう怖くて怖くて、いつまでこんな生活を続けりゃいいんだ？かわいそうに、何かしら、なんて言うの？そういう制度なのかね。王様的な？絶対王政。ルキアのことを知らないかちょっと？ああ、確かにおったとも。じゃが今はもうおらんよ。もう二度とここへは戻れまい。え、もしかしてその、黒鋼の監獄塔に連れて行かれたということですか？このはしごなんやろ。イッタブルは定期的に生贄を要求してくるんです。少年の母親、女の子？断ればみんながひどい目に。言われるままにするしかありません。でもみんなすごいね、それ。みんなを守るために自分が行くってことやろ？小さな化石を3個手に入れた。自分の身の方が、可愛いとかじゃないんやね。お、なんだ、なんか始まる。お兄さん見ない顔だね。へえ、ルキアのこと探してるの？なんか何歳か知らんけどさ、モンスターやけん。みんなこんなちっちゃい子まで呼び捨てないや。ルキアがどこに行ったのか知ってるよ。でもルキアは、お、え、もしかしてそのイッタブルとやらが来た？ねえ、これゴーレムみたいな感じ？なんか半分やばいことになっとるけど。あれは、拷問王イッタブル。やばいよ、早く隠れて。拷問王イッタブル。いたぶるってこと？またしてもおしゃれきた。何持っとんあれ。なんか抱えとる。こいつらはなぜ逃げない？何のマークだ？今日も生贄を迎えに参った。さっさと生贄を出すのである。
わかっております。いつものように生贄を出します。ルキアは生贄にされたん？マジで？うん。賢明なのである。逆らわなければ長生きできるのである。でも逆らわずに行った生贄は、長生きできないんじゃない？生贄はいつも通り、この箱の中に入れておくのである。喋り方。なぜみんなそんな丁寧なんだ？暴食はなんか田舎者みたいな感じやったけど。お兄さん、ルキアはね、少し前にあの箱でイタブルに連れ去られたんだ。でもみんながこいつですって差し出したってことやろ？その時生贄になるはずだった。僕の身代わりになってくれて。あ、そういうことね。なるほど。でもせっかくルキアが助けてくれたのに、次の生贄はまた僕なんだ。マジで？なんでこの子を選ぶの？そんな何回も。ねえ、お兄さん、ここにはどうしてイタブルがいるんだろうね。いやー、ちょっと悲しいよ、その最後。その言葉を最後に。まだいるのか。あー、めっちゃなんかうなだれとる二人で。ここから逃げるのよ。可愛いあなたを生贄になんて、お母さんできないわ。ダメだよ、お母さん。僕が逃げたらみんなに迷惑がかかる。だいたいどこに逃げるっていうのさ。どこにも逃げ場なんてないのに。ごめんね、なんか私ばっかり大陸間をひょいひょい移動しようって申し訳ない。あ、お兄さん。その方は？さっき話したよ、お母さん。このお兄さんはね、ルキアに会うため、アロイパークまで来たんだって。ルキアさんに？もしかして、あなたはアイナさん？ちょっと動き方面白かった、今。ああ、やはりそうですね。お名前はルキアさんから聞いています。あなたの力になってほしいと言われていましたが、すみません、今は。まあね、自分たちの方が大変やもん。だから、僕が生贄になるって言ってるじゃないか。ルキアみたいに、僕の身代わりになってくれる人なんて、もういないんだ。そりゃわかっています。だとしても上ですもの、割り切れないのよ。でもこういう場合って大抵さ、漫画とかドラマとかのパターンやと、母親が子供の身代わりに行くもんやけど、お母さんは自分は行きたくないんやね。まあでも、正直言えばそうやろうけど。お母さん、僕が監獄島に行くよ。誰かが行かないとダメなんだよ。てかもうすでにイタブルおるんやないん。はよ入れな。はよ入れなとか言ったらあれやけど。どうなんちょっとみんな。あの子を生贄にするの？子供を生贄にするなんて、ひどい話だって、俺たちもわかってる。だけどこれまでもあったことだ。あの子だけを特別扱いできない。今までの子供もみんなおらんなったってことか。ルキアは口こそ悪いが世話好きでな。そして悪を見逃せぬやつだった。口悪いんや。あの子の身代わりになったのも、そういう証拠のため、少年のためじゃろう。じゃがルキアはもうおらぬ。わしらはあれの真似はできんよ。まあ、実際こういう立場になったら、思ってもできんよね。やっぱり自分が生きたいと思うよね。生きたいってそういうことじゃないよ。なんて言うん。生活の性の方ね。生きる。あの箱に入ったら最後、二度とペアークやって、二度とパークには戻れないよ。逆に難しい発音をしてしまった。ああ、そうさ。生贄に選ばれた子はもう戻ってこれない。かわいそうに。一言だなぁ。この箱は、調べれる。イッタブルが置いていった箱がある。これはなんかまた、数分後に戻ってくるとかかな。数分後に戻ってきて、まだ入ってなかったら、めっちゃなんか文句言われるみたいな。いたぶられるみたいな。イッタブルだけに。うまくねー。あれ？とりあえず一通り話はした。てかここさ、これ何？窓？もう逃げちゃえよ。え？あなたが息子の代わりに生贄になってくれるですって？言ってない。空耳だったようですね。ごめんなさい。息子を思うあまり変なことを言ってしまって。空耳だったようですね。それがね、本当に空耳だとしたらめちゃくちゃひどいけどね。旅人をそんな。もしも監獄とデルキアに会ったら、お兄さんのことは伝えておいてあげるよ。ということらしいからまあ、はい、私が身代わりになってあげようじゃないか。え？
あなたが息子の代わりに生贄になってくれるですって。もうはいにするよ、はい。あー、神様、こんなことがあるなんて。であれやろ、せっかく助けたのに、今度の生贄はまたその子なんやろ。ちょっと待って、本当にそれでいいの、お兄さん。ルキアと会いたいのなら、確かに監獄島に行くしかないけど。でも、その格好じゃすぐにパークのものじゃないってバレちゃうよ。まあ、人間だしな。だったらあの手を使いましょう。変装をして姿を変えるのよ。もしかして着ぐるみを作るの？いいねいいね、何それかわいい。大丈夫ですよ、アイナさん。私こう見えてお財布は得意なんです。もうなんかあれだね。旅人を生贄に出す気満々な感じやね。ルンルンやん。少しだけ待っていてくださいね。すぐに作りますから。ほら、もう引き止めることもなく。着ぐるみを作りますよ、とか言い出して。お、これ私？できました。お似合いですよ、アイナさん。うん、すごく自然な格好だよ、お兄さん。元の姿が全然想像できない。ありがとう。かわいい。それでは、アイナさん、パークに置かれた箱の中へどうぞ。中にいれば、イッタブルがやってきて、あなたを監獄とへて運んでくれるはずです。いやー、これでお別れだね、みんな。お兄さん、ありがとう。監獄島に行ったらルキアに会えるといいね。もう人事になったよ。今ならまだ時間があります。一旦着ぐるみを脱ぎますか？ううん、大丈夫。その、こんなことを私が言うのはおかしいですが、すごくお似合いですよ。それは褒められているのかね。面白い走り方。なんで着ぐるみ着ただけでそんな走り方になるんだ。見かけない顔だな。あんたいつからこのアロイパークにいたんだ？まあいい。いつからいようと、いつか来る生贄の運命から逃れられないのも同じだ。これから箱に入るあの小さい子のようにな。いいえ、私が入るんですよ。お前さん、もしかして、あの子の身代わりになるつもりか？まるでルキアのようじゃな。誰かのために自分を犠牲にするのは。素敵なことでしょ？現実問題そんなことできんけどね。誰だっけ？まあいいや、あんたも一緒に乗ろうぜ。生贄になった子が少しでも長く生き延びられますようにってな。でもさ、二度と帰ってこれずにいたぶられるんなら死んだ方がいい気がするよ。それってもしかして着ぐるみか？よくできてるな、見分けがつかん。そうか、あんたそれを着てイッタブルの箱に入るつもりだな。もう着ぐるみってバレてるじゃねえか。何がわからんだ。イッタブルが置いていった箱がある。箱の中に入りますか？ほい。さあどうなるだろう。来た来た来た。なんでちょうど入ったタイミングに来るんだ。見張ってんの？ちゃんと生贄は入っているのであるな。入りました。よし。ではもらっていくのである。これは住民たちが話し合って、生贄を決めよるってことかな。向こうの指名じゃないと。まずは子供からってなるんかな。子供の方が確実に将来あるのに。あ、こういう場所に閉じ込められるんや。意外と綺麗な場所やった。ね。ここに入っていろ。うわぁ、放り投げないで。ぐふふ。なかなか息のいい素材であるが、逃げようなるとは考えないことである。そこで寝ている奴のように、すべてを諦め、自分の番まで震えて待つがいいのである。あれもモンスター？ただのぬいぐるみじゃないかな。はい、ということで、まあ、監獄島に連れてこられて、牢屋に入れられた。というところで一旦終わっておこうと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかすごい特殊な感じやけど、今回の終わり方っていうか、今回の終わりの画面、いいね、こういうのも。